はい、どうも、トーマス・カベロです。今日実はですね、めっちゃ晴れてるんですよ。でも気持ちいいほどに僕は寝坊しまして、誠に申し訳ないんですけども、ね、今日行きたいっていう人が何人かね、連絡が取れなかったり、あ、やっぱ仕事だとか、あ、ちょっとピッピと喧嘩したとか、うん、まあいろいろねいろいろ話があったんですけど、まあ、とりあえず一人で行ってね、何人と会えるかとか、いろいろ検証してみようと思います。そんなこんなでディズニーランド、夜10時までは、いますんで、よろしく。ワンツー、トーマス・カベロでした。